4分半じゃ3分ぐらいで切ります。3分ぐらいで曲切ります。あ、お願いします。3分でフェードアウト。斜めになってない YouTube 大丈夫？あ、大丈夫、はい、ライブ始まる。ツイキャスがちょっと後で直します。じゃあ行きます。しのの自分を高めるブックセラピー。時刻は午後2時を回りました。しのの自分を高めるブックセラピーの時間です。毎週水曜日この時間帯を担当するしのです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では私の好きな本や日々の生活の中から心に響いたメッセージや体験談、感動したこと、おすすめしたいものなどについてお伝えしたいと思います。この番組を通して私自身も含め聞いている皆さん一人一人が自分自身を高め、自分らしく輝いていけるように応援できたらいいなと思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。はい、今週も先週に引き続いて、ドミニック・ローホーさんの屋根一つお茶一杯、魂を満たす小さな暮らし方の本の中から素敵なメッセージを紹介したいと思います。生活のレベルをワンランク下げてみる。私たちの周囲で給料が安くて生活が苦しいと嘆いている人をよく見かけます。しかしそうは言いつつも、私の目から見れば必要以上に大きな立派な家に住んでいる人であったりします。生活をシンプルにしていくと、自分が本当に必要とするものは想像以上に少ないことに気づきます。豊かさを存分に味わうために、大金持ちである必要もなければ大きな家もいりません。エレガントに自分らしく少しだけ消費するコツを心得ておくのです。美しいお気に入りのものは一つか二つもあれば十分。そうです、お金で買えるもので得られるものをより多くからもう十分に切り替えて、その分精神的な豊かさを増やす方が得策です。友人を作るために毎晩のように外食し、おしゃれなバーでお酒を飲むよりも居心地の良い自宅で過ごす習慣をつけると、堅実な経済感覚も磨けます。分相応よりもさらに生活のレベルをワンランク下げることは、健全な考え方という以上に最高の贅沢の表現方法なのです。シンプルな選択から優雅さやセンスが磨かれる。最初の6ヶ月間は誰にも両親にも私たちがちっぽけな家に住んでいることを言いませんでした。彼らのリアクションが怖かったからです。そうネットにコメントしていたのは、アメリカの狭くて小さな住宅のオーナーです。自分の生活は不完全、家は狭すぎるしボロボロだしと思っていますか？それでも自分の尊厳を取り戻すために、何も御殿に住む必要はないはずです。人間の尊厳とは
銀行の預金残高で決まるものではありません。世の金持ちはとても立派な邸宅を建てるかもしれません。でもこの贅沢は人工的であることがほとんどです。真の贅沢とは自由に生きることです。人に何と言われようと気にしないでいられる自由、社会の規範からの自由、自分自身でいられる自由、自分の生き方、価値観に組みすることができる自由なのです。そしてたとえ住まいがつつましくとも、持ち物が自分で最小限に絞り込んだものならば、いくらでもそこに優雅さやセンスを投入できます。優雅さ、センスという価値観は必ずしも金銭と関係するものではありません。プロのデザイナーによって設計されたインテリアは真実さに欠けます。残念ながらそこに住む人の個性やオリジナリティを反映していないからです。幸福のお手本から逃れるために、経済活動は何が何でも私たちに物を買ってもらわなければと手を変え品を変え攻めてきます。そうした中、広い家で生活をしていれば、新しい家電製品から防災用具まで、生活必需品の量も半端ではなくなります。マスメディアとコマーシャリズムは、このスタンダードな価値観の伝達に決定的な役割を果たしています。庶民の幸福イメージとして、私たちに一つのロードマップを押し付けるのです。理想的な肉体美をどうやって手に入れる？理想の恋人を見つけるには、最新のスマートフォンシリーズや新機能のヘルシー電子レンジ、お掃除ロボットというように、結局私たちも欲望が刺激され、また時代遅れにならないためにも流行を追いかける羽目になります。でもこのようなシステムに流されていくと、この規制のお手本に対して自分の個性や特徴を見失ってしまう恐れがあります。それではまるで常に親から選択肢はこれと決めつけられている子どものようです。私たちには自分で物事を決めていくだけの力が十分備わっています。そのためにも自立に向けたロードマップを何が何でも見つけることです。これもまたね、ドミニク・ロホさんの鋭い視点からのものの言い方かなと思いましたね。では続いていきます。時間を大切に考えるなら、経験にお金を費やす。最近生活リズムのギアチェンジをし、稼ぎを減らし、ある程度の贅沢を諦めてでも、あるいは狭い住まいに変えてでも、自分たちの時間を増やしたいと考える人たちが徐々に増えてきたように感じます。実際にそうした人たちを知っていますが、後悔している人はほとんどいません。この人たちは金銭が物を買うためだけでなく、教育、こればかりは誰も盗むことができません、や安全、知識、安らぎ、健康、そして何よりも様々な経験を手に入れるために使うべきであることに気づいた人たちです。リフレッシュ休暇を取ってキャンピングカーで、例えばラテンアメリカを周遊する旅にでも出かけてみてはいかがでしょう。そこでは様々なタイプの人との出会いが待っています。このような人たちはあなたと同じ選択をした人たちです。そして彼らの基準が
まもなくあなたの基準となることでしょう。美しい環境で住むと少ないもので満足できる。人を悩ませるのは人生の厳しさではありません。退屈と不満なのです。暮らしてみたいと思う場所を決めるときは、ぜひ場所の広さよりもその住環境の条件を優先させましょう。その方がエネルギーと生きる喜びが大きなものとなります。家を取り巻く環境があなたの新しい生活の場となるからです。それが小さな家でも素晴らしい自然に囲まれていたり、都心の 2DK でも特別な眺めが見られるとすれば退屈はしません。さらに美しい環境に住むことは物欲抑制効果が抜群です。本当に少ないもので満足できてしまうのです。自宅の近くの通りを散歩する、たったそれだけでも楽しみの欲求が満たされます。それが公園、素敵なアベニュー、海岸、山だとしても、あなたの環境の範囲内であればそれはあなたのものです。死ぬまで自由でいるために年齢に合った家を選ぶ。自宅とは、まずは自分のちょっとした習慣を誰に気兼ねすることなく自由にできる場所です。自分流のコーヒーの入れ方、お気に入りのカップ、自分のベッド、自分の膝掛け椅子、決まったテレビ番組、これが例えば老人ホームやその他の施設において集団生活を強いられ、時間割やルールが決められているところでは思い通りにはいきません。そういう自由の利かない場所に追いやられる前に、まだ冷静さと発言権、子供がいる場合パワーがあるうちに自分の老後設計を決めておきましょう。具体的には現在の自宅を他の場所に移転させるのです。引っ越し業者と子供たちに、例えばこの絵画とこのアンティークの机は取っておきたいとはっきり伝えておきましょう。というのも、その選択の余地がなくなる日が来るかもしれないからです。小さな家と交換に、今まで住んでいた大きな家を売却し、その差額で移り住んだ家を老後に備えてバリアフリーにリフォームするという手もあります。壁伝いに手すりをつけ、浴槽はまたぎやすいものにし、シャワー用にシャワーチェアを置き、洗面台は車椅子でも使用が可能なものに取り替えると良いでしょう。本日最後のメッセージとなります。死について考え、濃密な時間を生きる。誰しもいつかは死ぬということをごまかさずに静止し、冷静に捉えることが人生をより充実させる道です。自分の老後を思い描き、死を意識するのは自然なことです。死を静止することにより、残された人生をしっかりと濃密に生きられるようになるのです。これは大切な時間を無駄に費やさずに生きることを意味する、生きることの緊急性という言葉を思い出させます。この無駄なことにはもちろん余計なものや居住スペースの広さも含まれます。はい、今日でね、屋根一つお茶一杯のお話はね、以上となります。あゆみさん、それからスプレームさん、メッセージありがとうございます。今日のこの時間を楽しみにしていました。ありがとうございます。今日はどんな癒しの言葉が聞けるのかなってね、
楽しみにしていてくださってありがとうございます。後でまた感想を聞かせてください。では今日の、お届けしたい曲はエンヤで So I Could Find My Way です。9割以上が心から幸せと思える国が羨ましいです。あ、そうですよね。これあれですよね、有名なやつですよね。そう有名な、何でしたっけ、あの総理大臣でしたっけ。何でした。あ、それは違うか。わかりますよ、なんか総理大臣のなんか世界一小さい国の総理大臣的な大統領。ブータン大統領だったっけ。あれ、大統領。ちょっと待って、嬉しいメッセージ来たんですけど、ちょっとごめんなさい、ちょっと一回席を外します。ちょっと メモを忘れちゃって、ちょっと失礼しますね、ごめんなさい。ちょっと話したいお話が。それからと昔デザイン学科だったので快適な空間づくりの演出はできるのに、自分の汚い部屋を見たら急にできなくなってた。まあ、でもあの本読んで掃除するときにね、自分の知識をもう自然と応用できるように変わっていった。それよりもあの20万見つかったっていうのがなんであの人は20万も亡くなっているのに気づかなかったのか。そう徐々にってことですよ。どうやったらそうなるんですか。いや、そうよね。でもそうだよね、そこだよ。聞いてみます、後で詳しく。あ、ちょっと一回曲終わりますね。はい、20万ですよ、皆さん。大体みんなね、2、3万なんですよ。2、3万見つかったってなるんですけど、これはすごいよね。すごいというか、ゆきさんがすごいというか。ゆきさん20万のことすっかり忘れてたっていうかもしれないですね。20万をすっかり。スプリングスありがとうございます。ブータンは国王ですね。はい、大統領じゃなくて国王ですね。今夏、秋篠宮殿下の娘さん眞子さまが1週間ほど訪問されていましたね。あ、そのこと。違います。あ、違う。なんだ、すごいラッキーじゃないですか。ガクガチが本当ですよね。すごい絵作りほぼ埋葬金。本当ですよ。いや、本当すごい。さすがゆきさん外さないですね。外さない持ってきます、ね、いや、ちょっと私もさっきびっくりして、もうこれは本当にリスナーさんに話そうと思って。はい、
そろそろエンディングが近づいてきました。シノの自分を高めるブックセラピーですが、お聞きの皆様はいかがでしょうか。先ほどね、CM 中にもお話ししたんですが、前回、紹介したカレン・キングストンさんの、本を紹介して、ガラクタを捨てれば自分が見えるっていうね本を紹介したんですが、うちのスタッフのゆきさんがあれからまた さらに掃除が進み、なんと一番驚いたことは約20万が見つかったっていうお話です。もうさっきちょっとね、リスナーさんたちともちょっと仰天してました。はい。で、お知らせです。11月11日それから18日、25日の各土曜日1時から4時まで、那覇市の、自家焙煎コーヒー宮里屋マカビ店にて、私の、読書勉強会っていうのが、開催されます。タイトルは奥平亜美さんが書かれた、本引き寄せの教科書で、読書勉強会、引き寄せの法則を知って願望を実現しようという内容の、勉強会となっております。興味のある方はぜひいらしてください。これはですね、この本がきっかけで私のまあ、中でミラクルがどんどん起きて、で願望が実現したっていうお話をお伝えしたいです。はい。ですので興味がある方はぜひ、もう一度言いますね。那覇市マカビにある自家焙煎コーヒー宮里屋マカビ店にて、11日18日25日の各土曜日1時から4時まで行います。ぜひいらしてください。それから、おすすめしたいものなんですが、宜野湾市喜友名にありますカフェ、あ、ごめんなさい、カフェの名前ど忘れしちゃった。また来週、来週お伝えします。すいません、他にあったはずなんですけどね、ちょっと急に思い当たらないんですが、さっこさん何かありますか。はい。おすすめしたいもの、急に振りましたが、はい、あ、はい、思い出しました。もう一つ、はい、那覇市マカビにありますアマーニっていうね、イタリアンレストランがあるんですけれども、平日も1180円でランチが90分食べ放題、それからフリードリンク付きです。手作りの、注文してからオーダーを受けてから、作ってくれるパスタとピザがすっごく美味しいので、ぜひおすすめです。食べに行ってみてください。あ、最後ですね、ツイッターからのメッセージをお届けしたいと思います。実はおちょこちょいなしのさん、暴れちゃいましたね。はい。それから参加できず残念、あゆみさん、そうですね、はい、沖縄にいたとしたらすぐ申し込みしてるよ、ど忘れ。あゆみさん埼玉から聞いてらっしゃいますね、ありがとうございます。しのの時間1時間にならないか、嬉しいな、そういうこと言ってくださって。何かおすすめないですか、東京埼玉からの。急になんか振りましたけど。あ、ごめんなさい、なんて読むんですかね、深い谷って書いて、あ、すいません、読み方が分かりません。風邪気味の体にも効きそうな素晴らしい言葉が聞けました、お疲れ様でした。あ、ふやかし市、はい、深谷市です。あ、深谷市、ごめんなさい。またおちょこちょいの私が、はい、すみません、深谷市がおすすめだそうです、埼玉県のね、はい。すみませんでした。あ、あと思い出した、風邪気味の人におすすめ、試してみたんですけれども、コカ・コーラをホットにして、生姜パウダーとレモン、一切れにして飲むとすごく美味しかったというのと、あとお腹がの調子が良くなった、あと頭痛がしなくなったっていうのがおすすめです。はい。インターネットからの情報で、医師が書いてた情報から早速試してみたら本当に効いたので良かったです。あ、ふっかちゃんと深谷ネギが有名です、ありがとうございます。
はい、今週はこんな感じでお伝えしました。すいません、来週またちゃんとします。あ、深谷市は長ネギ、深谷のネギは甘くて美味しいよ、風には鍋に入れると温まる、あ、沖縄でもやってみます、ありがとうございます。ではまた皆さん来週もお楽しみに、お相手は私しのでした。皆さんありがとうございます。あゆみさん、スプレムスプレムさん、ありがとうございます。ふやかし、いいですね。私なんて言ったんだっけ。あ、はい、そうですね、ふやかしって言いました。すいません、はい、じゃあ皆さん今日もありがとうございます。あゆみさんがネギ送ろうかって言ってますよ。あ、あ、いえいえ、今度は埼玉県に行った時に、はい、ありがとうございます。優しいな。